どうも、うるまです。いや、秋冬もね、本格的に始まって、皆さんね、直面してる問題あると思うんですよ。でその問題っていうのが、メンズファッション秋冬物高すぎる問題っていうのがありまして、やっぱりね、当たり前なんですけど、春夏物と違って秋冬物って、生地の凝着もすごい使えますし、アイテムの構造っていうのもね、複雑になってくるものが多いので、自然と値段上がるじゃないですか。特にね、レディースと違ってメンズってより単価が高く設定されることが多いので、なかなかね、月の予算の中だと何を買っていいかわからないとか迷う方多いと思うんですよ。特にその中でですね、今回は、プロアパレルバイヤーの自分がですね、ある程度値段は安くてコストパフォーマンスの高いもの、かつねトレンドにもマッチしたおすすめのアイテムをまとめてみたので、本日はそちらの方をお話ししていこうと思います。もちろんね、買い物にはいろんなスタンスがあって、もう月の予算の中でね、もう1点もうブランド物とか好きなものを買うって方もいれば、やっぱ着回しも大事だから、予算の中で複数ね物を買いたいって方もたくさんいらっしゃるので、今日ね紹介するものは、いろんなジャンルの方にね刺さるラインナップになってるかと思うので、一つでも聞いてるものがあったら嬉しく思っております。で今回まとめたカテゴリー的にはですね、まずアウターカテゴリーで、セットアップ、あとは T シャツとかパーカーのインナー関係と、あとはボトムスとかジャケットとか、一通りのジャンルを並べてみたので、早速ご紹介していこうと思います。ではですね、まずアウターカテゴリーなんですけれども、まず一つ目のアイテムが古着になるんですけれども、ゴアテックスパーカーになります。こちらはですね、自分のチャンネルでも紹介したことがありまして、こちらの動画でお話ししてるんですけど、古着で買えるゴアテックスパーカーはコストパフォーマンス最高なんじゃないかっていう紹介をさせていただいておりまして、この考えに関しては未だに変わってなくて、自分はすごいおすすめさせてもらってるんですけど、一応古着ではあるんですよ。なんですけど、このゴアテック素材を使って、複雑なデザイン性がある中で、普通ねゴアテック素材を使ったパーカーってノースフェイスだと4万円近くとか平気でするじゃないですか。モンベルとかね、多少価格が安いブランドでもやっぱり数万円するのはザラの中で、もちろん軍物の武骨なデザイン性っていうのはあるんですけど、それが気にならない方にはね、本当に自分おすすめだと思ってて、去年からねブレズをさせていただいてるんですよ。やっぱ鴨柄に関しては好き嫌いがすごい分かれるので、カラーリングの中にねブラックとか使いやすいカラーリングもあるので、結構探すのは大変ではあるんですけど、やっぱりねコストパフォーマンス高いアイテムを探す中で、簡単に見つかればすごい嬉しいんですけど、中にはね、いろんなお店を回ってとかネットを探し回って探すっていうのも一つの手ではあるので、ぜひねこちらのアイテム気になったら、お近くの古着屋さんとかネットショップでチェックしてもらえたらと思います。ちなみにですね、軍から放出されているものはゴアテックス素材を使用されてるんですけど、レプリカ素材っていうのもありまして、ゴアテックスは使ってないんだけど、同じデザインで撥水性のある生地を使ったアイテムあるんですけど、そちらとかは楽天とかそういうネットショップでは基本的に8000円とか1万いかないぐらいで売ってることもあるので、もちろんデザイン性が気に入って別にゴアテックスじゃなくてもいいよって方に関しては、そちらもすごくおすすめですね。自分もゴアテックスのパーカー、ガチのやつを買うまではレプリカのやつを着てた時期も一時期あったんですよ。結構社会人の成り立ての頃かなって持ってたんだけど、こちらもねすごくレプリカだけどすごくおすすめなので、ぜひそちらもチェックしてもらえたらと思います。はい、それでは次のアイテムになります。次のおすすめのアイテムがユナイテッドスポーツさんの裏ボア付きコーチジャケットになります。いや、コーチジャケットって実は今じわじわと人気が高まってるアイテムで、なんか印象で言うとね、本来はナイロン素材とかそういうスポーティーな素材ものが多かったんだけど、昨今ではね結構 TR 素材とか綺麗めな素材で結構使われることが多くて、ガチなコーチジャケットって市場で見ることなかったんですけど、ここ数年戻ってきたなって印象を受けてて、自分もね久しぶりに探してるんですよ。でね、自分が運営してるお店に向けてもオリジナルアイテムでも作るぐらい気になってるカテゴリーでして、その中でもボディとしてクオリティの高いユナイテッドスポーツのね裏棒付きコーチジャケットを自分は推してるんですけど、コーチジャケットいろいろありまして、ほんと安いもので探すとね2000円とか3000円とか平気であるんですけど、やっぱり1本間違えるとマジでやぼったいんですよ。なんだけど、このユナイテッドスポーツの裏棒付きのコーチジャケットは、この裏棒が付いてることで、生地に張りも出て、もう着た時にね着崩れしないんですよ、形が。でプラスやっぱ裏棒が付いてるので防寒性も高いってなったら、もう言うことがなくて、値段もねネットショップで探すと安いところで4500円から5000円ぐらいで買うことができるので、アウターとしての防寒性もあるし、かつね値段も相当安いので、これかなり自分ではおすすめです。もちろんねロゴとかそういうものは入ってなくてシンプルなものになるので、いいなりパーカーの重ね着したりだったりとか、あとはね手が込んでもいい方だったら缶バッジとかワッペンとか自分でつけたりしてアレンジする方っていうのもいらっしゃったりして、値段が安いからさ、そういうアレンジも自分でしやすいじゃないですか。なかなか何万円もするものに自分でリメイク加えるのってなかなか勇気がいることなんですけど、このくらいの価格で買えるんだったらね、そういうこともできるんじゃないかな
なと思うので自分はお勧めさせていただいております。もう結構ねユナイテッドスポーツさんのコーチジャケットってスケーターブランドとかそういうところがねボディとして採用することも実はあったりする人気のボディなんですよ。なんでね気になった方はぜひぜひチェックしてもらったらと思います。はい、それではですね次のアイテムなんですけれども、次も古着になってまして、次がキルティングライナーになります。デザインでいうとこんな感じのアイテムですね。一度は見たことあるんじゃないかな。結構古着屋さんとかで多く出回ってる印象なんですけど、これすごい安くてしかも防寒性があるっていうところがすごいおすすめアイテムでして、自分がね今勤めてる会社、所属してる会社は高円寺にオフィスがあるんですけど、まあ、近くの古着屋さんとか見てみると平均的な価格で3000円から5000円ぐらいで手に入ることが多いですね。まあ、本来の使われ方としたらモッツコートの中についてるライナーとして使われることが多くて、素材的にはねかなり薄手のものにはなるんですけど、レイヤードで使ったりねすると十分な防寒性があるんですよ。でね、作り的にも大きいものにはなってるので、それこそパーカーとかスウェットとかそういうものと重ね着したりとか、中にね厚手のニットとかそういうものも着れるぐらいサイズがビッグシルエットなので、自分的には、ね、レイヤードアイテムとしてもすごいおすすめです。代表的なカラーでいうとねこちらのカーキとかそういうものが多く見かけるんだけど、ブラックとかそういうものもあるので、ミリタリーアイテムが苦手だよって方に関してはこういうねブラックカラーを狙ってみるのもおすすめです。やっぱなんといっても値段がすごい安いからね。最近で言うとミリタリーのリメイクブランドのマイヤーかな、そこからこのキルティングライナーを使ったリメイクアイテムをリリースされてて、確かビショップさんで並んでたのかな。すごいかっこよかったんだけど、やっぱリメイクとかデザインがちょっと入ると5万円ぐらいしたんですよ。その10分の1ぐらいでね、まあ多少デザイン性は劣るんですけど、安い価格でね手に入るボディなので、ぜひね古着に抵抗ない方はチェックしてみたらと思います。でアウターカテゴリーは以上となりまして、やっぱアウターに関してはやっぱコストパフォーマンスが高かったり安く手に入っていいものってなると、やっぱ古着をミックスして探した方が自分的にはすごくおすすめだと思うので、根拠よくね探してもらえたらと思います。はい、それでは次はセットアップなんですけれども、セットアップに関しては最近ねやっぱ人気のカテゴリーになるので、いろんなブランドからリリースされてるじゃないですか。まあ、最近見た中で手に届く価格ですごくおすすめなのはやっぱり、ね、ユニクロ U のウールブレンドジャージセットアップなんですよね。アイテムこちらになるんですけど、ジャケットで9990円でボトムが5990円かな、まあ、上下で約1万6000円で買えるんですけど、同価格帯で言えば高級感は頭一つ二つ抜けてるようなクオリティのアイテムになっております。でこれはすごいんですよ本当に。そういうことで、ね、自分のチャンネルだけじゃなくて他のファッション YouTuber さんも結構おすすめしてることが多いんですけど、まあ、実物を見たら正直納得というか、特にねジャケットの形が本当に綺麗で、本当ねプロの目から見ても驚きのアイテムだったんですよね。なんだけどこのユニクロ U のウールブレンドジャージセットアップに関しては、形としてはビッグシルエットとかそういうものではないので、もうちょっとトレンド性があるものを欲しいって方に関しては、自分はおすすめなのは、まあ、ブランドっていうよりかは、まあ、ゾゾタウンですね。で見てみると今セットアップ人気アイテムなので各ブランドからリリースされてるんですよ。去年もねセットアップリリースしてるブランドもあったんだけど、今年ほど多くなくて、まあ、今年はね本当競争が激化してるので、中にはね薄利多売で利益薄く売ってるところもあるので、値段に対してクオリティが高いものを取ることが本当多いんですよ。もう探してみるとね本当6級とか7級でセットアップ結構変えたりするんですよね。もうなんでちょっとビッグシルエットとか変わった形が欲しいよって方に関しては、もうユニクロじゃなくてゾゾタウンの中で1万アンダーで買えるセットアップはすごいおすすめなものも結構あるので、ぜひね自分が好きな形に近いものを探していただければと思いますし、まあ、1万円から2万円でかつクオリティの高いものをセットアップで探している方に関しては、さっき紹介したねユニクロ U のウールブレンドジャージセットアップがすごいおすすめなので、もうどちらかチェックしてもらったらと思います。はい、それではですね次はインナーシリーズですね、紹介していこうと思うんですけど、まず最初におすすめするのがパーカーですね。でこのおすすめするパーカーがロサンゼルスアパレルのプルオーバーパーカーになります。アイテムで言うとこういうアイテムになるんですけれども、パッと見シンプルじゃないですか。こちらね本当にクオリティが高くて、もう生地が約14オンスの厚手の生地を使ってまして、かつアメリカンコットンを使ってるんですね。なんで実物を見た時の風合いも申し分ないですし、かつそれがね14オンス厚手の生地で作り込まれてるので、もう何とも言えない雰囲気のパーカーなんですよね。価格で言うと安く探せば約8000円ぐらいで手に入るんですけど、同価格帯で並んでるパーカーの中では群を抜いてねクオリティが高いです。まあもちろんねシンプルなアイテムになるので、チャンピオンとかそういうねロゴの入ったものを好む方もいるのはすごいわかるんですけど、そういうねロゴとか一切いらなくてシンプルなものでいいものが欲しいって方には、ロサンゼルスアパレルのこちらのプロバパーカーを誰にもおすすめしてるんですよね。まあロゴがついててもチャンピオンの安いラインのパーカーだったり、あとはギルダンだったり、そういうのは安く手に入るのはすごいいいんですけど、やっぱ毛玉もできやすいし生地もへたりやすいから、まあ、安く買えてもね結構長く使うことができないんですよ。なんでそういう部分で言うとコスパって結構微妙だったりするんですけど、ロサンゼルスアパレルのパーカーに関しては簡単にへたることがないので、まあ、ぜひチェックしてもらいたいパーカーになっております。ちなみに最近で言うと東京の代官山にあるハイスタンダードさんがオリジナルでパーカーとかスウェットを作られてて、あのアイテムもねすごいクオリティが高いんですよ。それも確かアメリカンコットンを使って14オンスになってて、結構ねロサンゼルスアパレルに近い風合いにはなってたんですけど、形はねちょっと違ったりするんですよね。これハイスタンダードさんのオリジナルのスウェットに関しても
だけ1万2000円とかの値段だったので、ロサンゼルスアパレルよりが高いんですけど、こちらもすごいおすすめなので、通販でも買えるアイテムなので、そちらも気になった方はチェックしてもらえたらと思います。はい、次はインナーのカットソーですねのおすすめなんですけれども、プロクラブのサーマルカットソーになります。プロクラブに関しては自分はね、半袖 T シャツとかロンティーを愛用してるんですけど、このプロクラブが出てるサーマルは本当にコストパフォーマンスが高くて、秋冬になってくるとね、 T シャツだけじゃなくてサーマルとか着て防寒性を高めたいって方も多いと思うんですよ。サーマル探してる方はね、ぜひ一度プロクラブのサーマルチェックしてもらいたくて、生地もね、程よく厚手になってて、かつね、伸縮性もしっかりね、サーマルだからあるので、着心地すごいいいんですよ。で、実物見た時の風合いっていうのもすごい良くて、これネットで安く買おうとすると約2500円くらいで買えるんですけど、まずね、実店舗でこの実物見た時に2500円で買えるようなルックスじゃないんですよね。店舗さんによっては4000円とか5000円で並べることもあるんですけど、まあ、全然その価格でも納得して買う方がいるってぐらいクオリティの高いアイテムになっております。まあ、プラクラブでね、 T シャツとかそういうものはすごいいいんですよ。自分的にはスウェットとかパーカーも嫌いじゃないんですけど、なんか紐のとことかにロゴ入ってするんですよね。なんかあれが意外とユーザー層を絞ってる原因だと思ってて、やっぱ着回ししたいじゃないですか。で、中にこのプロクラブのロゴがこの紐とかに入ってると、まあ、人によってはね、結構子供っぽい印象とか与えてしまうので、もう無地のものは本当ソリッドでいいなって思ってるんですよね。ではあるんですけど、このプロクラブから出てるこのカットソーシリーズは本当に秀逸なアイテムが多いので、特に自分はこのサーマルアイテムですね、すごいおすすめしてるので、ぜひね、そちらもチェックしてもらえたらと思います。確か素材がコットン60とポリエステル 40% かなになってるんだけど、俗に言う TC 素材の素材になってて、やっぱねコットン地が多少強いので汗もしっかり吸ってくれますし、ポリエステルが入ってることで生地の強度も上がってるので、結構長く使える印象です。はい、それでは次のジャンルになるんですけども、次はボトムコーナーになるんですけど、このボトムコーナーでは今トレンドのオーバーオールですね、こちらご紹介させていただこうと思ってまして、今ねトレンドアイテムなので、いろんなブランドとかいろんなワークブランドのアイテムね、結構探し方多いんですけど、自分がおすすめしたいのはラウンドハウスのオーバーオールになります。で、ラウンドハウスっていうのは本当に歴史のあるワークブランドになるんですけど、クオリティとかね申し分ないんですよ。まあ、ただね、ワークブランドからオーバーオールっていろんなところリリースされてるんですけど、なんでラウンドハウスをおすすめするかっていうと、新品で買っても約8000円から9000円で手に入ることが多いんですけど、やっぱワークブランドなので、まあ、作りもしっかりしてるのがやっぱ特徴で、まあ、なかなかねセレクトオリジナルとかネットのショップで買うものより、まあ、数段クオリティが高いっていうのも魅力ですし、やっぱオーバーオールで言うと最近人気だとカーハートね、結構探した方多いんですけど、もちろんねカーハートのロゴが欲しい方に関しては正直カーハート買うしかないんですけど、ロゴが必要ない方に関しては自分ラウンドハウスがすごいおすすめだと思ってて、っていうのがカラーリングが可愛いんですよ。例えばカーハートとかロゴは可愛いんですけど、値段が1万2000円から1万5000円ぐらいしちゃうんですね。やっぱ値段としても高くなってくるし、かつカラーリングが結構しっかりワークブランドなので、結構土っぽい色味が多いんですよ。で、他のワークブランドで言うとディッキーズのオーバーオールがネットで買うと安いんですよ。6000円ぐらいでオーバーオール買えるんですけど、そちらもカラーリングが結構無骨なカラーが多いんですよね。その中でなんでラウンドハウスがいいかっていうと、オフホワイトカラーがあるんですよ。カラーで言うとこういうカラーになるんですけど、もちろんねワークブランドの中でもこのカラーリングリリースしたことも多いんだけど、ブランドの持つ背景だったりとかクオリティだったり、その中で見るとラウンドハウスのオーバーオールがすごいバランス良くて、やっぱ最近ね秋冬でもこういうホワイトカラーのアイテムを取り入れるっていうのが本当トレンドになってるので、ワークブランドの中でもね意外とないカラーリングなので、自分はねすごくおすすめだと思ってます。例えばねカーハートの WIP とかそういうラインになればオフホワイトのオーバーオールとかもあるんですけど、やっぱ2万円近くしちゃうんでね、でも予算としてはね厳しい方も出てくると思うので、ぜひねカーハート以外でも探してる方はラウンドハウスでチェックしてもらえたらと思います。はい、それではですねボトムカテゴリーは以上となりまして、次はですねファストファッションの中で特におすすめのアイテムっていうのを紹介したこと思いまして、次にですねこの秋冬でおすすめするコストパフォーマンスが高いアイテムがザラからリリースされてるメンズのレザーアイテムですね。こちらすごいおすすめだと思ってまして、メンズとレディースともに2020年秋冬に関してはレザーアイテムがすごいトレンドになってて、まあ、いろんなブランドからリリースされてるじゃないですか。まあ、レディースアイテムではね GU から確か PU のレザーシャツが出てたりするんですけど、メンズアイテムではまだまだ少ないですよね。まあ、その中でクオリティと価格が合ってるところで言うとザラからリリースされてるレザーアイテムすごいおすすめで、最近ね店頭見に行ったら前まではねレディースアイテムでしかなかったようなレザーアイテムがメンズでも展開されるようになってて、例えば最近リリースされたアイテムだとレザーのテーラードとか出てたりするんですよ。それでも1万円ちょっとくらいで買えたりとか、あとはねハイネックデザインのレザージャケットだったりとか、それもね確か1万アンダーの 7,8 千円くらいでリリースされてたり、あとはレザー調のパンツとか、まだまだメンズではね少ないアイテムではあるんですけど、いち早くねザラではリリースされてますし、あとはレザーアイテムの中でも定番のライダースですね。そういうものも結構ザラではねダブルライダースからシングルまで結構選べるようなラインナップで揃えられてるので、他のファストファッションブランドの中でもバリエーションは多いし、なんなら他のセレクトショップとかいろんなブランドから見ても幅広くねレザーアイテムが取り揃えられてるので、やっぱねトレンドアイテム
ムではあるんですけど、レザーアイテムって結構似合う似合わないが激しく出るんですよ。まあ、その中で2、3万とか、それこそアイテム高いところって5万とか、そういうものを買って似合わなかったりして着用回数が少ないとへこむじゃないですか。もうそういう方に関しては一回ね、ファストファッションブランドうまく使ったらいいと思いますし、その中でザラとか程よくねデザイン性が入ってて、そこまでねチープすぎない素材を使ってるところで言うと、すごいザラがおすすめなので、ぜひねチェックしてもらえたらと思います。はい、それでは最後のおすすめになるんですけれども、最後はですね、自分が別の動画でもおすすめしてるんですけれども、 H&M からリリースされてる新ラインになるんですけど、ブランクステープルスっていうラインになってまして、こちらがベーシックなストリートウェアラインになってて、ファーストコレクションに関してはスウェットアイテムとカットソーアイテムをリリースしてるんですけど、そのアイテムはね、もう別の動画でも何度も何度も言ってるんですけど、本当にクオリティが高くてすごいおすすめなんですよ。普通の、ね、一般ユーザーの方からしてもいいものっていうのがすごい分かるようなアイテムになってるので、さっきはねロサンゼルスアパレルのパーカーおすすめしたんですけど、それよりもより安いものでクオリティの高いものを探すんであれば、まあ、H&M のねこのブランクステープルスってラインのクルースウェットとかパーカーとかセットパンツとかそういうものをリリースされてるので、気になった方はねそちらの動画概要欄に貼らせていただいているので、そちらもチェックしてもらいつつアイテムチェックしてもらえたらと思います。はい、それではですね、この2020年秋冬に向けて主にねプチプラブランド以外で自分がおすすめだと思うコストパフォーマンスが高いアイテムの紹介は以上となります。でね、動画の冒頭でも言ったんですけど、秋冬ってやっぱ洋服の単価が上がるじゃないですか。でもね予算は限られてるってところで結構悩む方も多いと思うので、引き続きねなんか今回みたいにコストパフォーマンスが高くて比較的ね手が届きやすいアイテムのものをなんか今後もねまとめて紹介できればと思うので、もしですね今回の動画が参考になったとか、まあ別のジャンルとかこういうもの紹介してほしいってものがあれば、どしどしリクエストもらえたらと思います。はい、それでは本日の動画も以上となります。本日の動画はですね、少しでも参考になったとか面白いと思っていただけましたら、動画の高評価とチャンネル登録の方お願いいたします。あとですね、概要欄の方に自分のインスタグラムのアカウントも貼らせていただいておりまして、そちらで日々ファッションのこととかスタイリングの方を載せさせていただいているので、そちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。